気あるな。おいしいおうちのラーメンは。おいらっしゃい。よろしい。よろしい。はい。なんだっけ。はい、こんにちは、森健ラーメンチャンネルです。今日はなんとね、スペシャルゲストをお招きしています。今話題の YouTuber のサッカーチーム、リベンジャーズとウィナーズの方々です。拍手。お願いします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 。はい、自己紹介お願いします。はい、ウィナーズに所属させてもらってます、秋典チャンネルの秋典です。お願いします。ウィナーズ所属のリゼムチャンネル、しげです。お願いします。よいしょ。リベンジャーズ所属、ドルジュユタです。俳優してます。お願いします。リベンジャーズルチョチャンネルのルチョです。お願いします。よいしょ。リベンジャーズアセイチャンネルのアセイです。お願いします。森田健、僕のお店なんですけど、ここ、はい、3月1日にオープンしまして、人が足んなくて。なるほど、なるほど、なるほど。バイトしてくれる素晴らしい人材を探してまして、みんななんかバイトしたいっていう話を、はい、ああしたいです。もうめちゃくちゃしたいです。はい、めちゃくちゃしたいです、うん、はい、という話を聞いたので、今日はなんと採用試験をしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。問題試験、はい、採用試験2つあります、科目。はい、はい、湯切り、ただ単にこうやるだけじゃないから、もうパフォーマンスですから。なるほど。集合はどれだけかっこよくパフォーマンスできるか、味だけじゃなくて見た目もやっぱり楽しんでもらいたい。だからその丼の盛り付け、はいはい、大事ですね。はい、盛り付けもちょっとこう試験の中に入れようかなと思って。なるほど。その湯切りと盛り付けで一人対応しちゃおうかな。で、今日はやっていただけるのが秋と重とドルです。ドル、ドルです。ドルドルです。はい、この男性によろしくね。はい、頑張ってやってもらおうかなと思ってます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしく。みんなサッカーやってきて、ラーメン好きとか知ってました？僕のこと。あ、僕は知ってました。はい、 J リーガーでサッカー選手って調べると多分俺の名前絶対出てくると思うんだけど、引退してまあ5年ぐらい経って、この先なんかここでラーメン屋やんないと多分一生やんねえなと思って、そうすると多分後悔するなと思ったからちょっとやろうと思って。サッカーとラーメン、どっちも両立してるのが俺らしいなと思ってた。今も実際俺、浦和レッズでコーチしながらなんだけど、基本的に店長は一人修行行ってもらって、1年半ぐらいかな。で、そこのお店の味をちゃんと継承とかいうか、覚えてきて、ここでラーメン屋がある。で、俺はここで、このラーメンもやりつつ、研究所みたいな感じで、どんどん新しい味をやっていこうかなっていうことで、始めました、ラーメン。ということで、湯切りします。はい、はい、あ、手でやってる感じでいいですか？お店の感じで一緒でいいなら、実はこれが一番落ちるっていう。何もやってない俺。すげえ普通だったでしょ。お店ではこんな感じ。付けなんかももう自分なりのアレンジで綺麗に見えるように、あとはこう彩りもあるから赤玉ねぎとかを入れてちょっと彩り出したりとかして、中華ではやっぱナルトがなんかいいなと思ってたからこういうのを入れて、いや、いいっすね、こんな感じ。これはまあチャーシュー2個入ってるけど2種類、もう本当にザ中華そばみたいな感じだった。うまそう、うまそう。これ何枚でもいけるな。何枚でもいけるいけるの今。さっき何杯いったんでしたっけ。9杯いきました。9杯いったんで。じゃあいきます。どうぞどうぞ。ちょっとね、失礼します。非常にあっさりしててお腹空いたんで美味しいです。最初挑戦するのはウィナーズの秋です。秋、お願いします。お願いします。健康的なラーメンを作りたいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。よっしゃー、いきます。もうこれ入れるんですもんね、こうやって。はい、
よし、やばいやばいやばい、マイナス4だ。カンニングしてるよ。マイナス4だよ。カンニングだよ。ほっほっほっ、おい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 、空中に浮かせた方が空気が含まれて美味しくなるって今勝手に考えました。いきます。おっとこんな感じだったっけラーメンって。まず普通のを作ってもちょっとあれなんで、まずレモン入れます。レモンは1個です。カイワレ乗せちゃいます。トマト入れちゃいます。そしてネギ差し込みます。あ、こういう感じで、はい、これで完璧です。完成。ビタミン不足のあなたへ。めっちゃ悪い。苦はないですね。普段そういうの食べると思うんで皆さんね、はい、これだけです。よっしゃ、はい、いただきます。お願いします。あ、いいかも。レモンの感じが結構する。なるほど、明日から朝ごはん出てくる。いや、全然あり、はい、点数つきました。いや、楽しかったです。はい、で、なんかトッピング決めるときもなんか自分のオリジナル出せるんで、それも面白かった。はい、お願いします。次は広島時代に一緒にリハビリをした仲で、はい、でも尾道出身なんで、尾道といえば尾道ラーメンですよ。ちょっとなんで、まあ尾道ラーメンじゃないですけど、尾道ラーメンをイメージしたラーメンを作ります。なるほど。バイトします。ラーメンインします。お願いします。放置、40秒放置、沸騰してるんで麺が踊ってるんですよ。あ、もう回す必要ないんです。これを踊り麺と言います。なるほど。そんなのあるんや。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。これをバビョンと入れまして、チャーシューから。チャーシュー最後の方がいいのかな。2枚盛り付けます。カニカマなんか入れちゃって、卵を2個、うっと彩りが足んないと思うんで、ナルトを1個。でも緑が足んないじゃないですか。これ考えてました。秋のりと似てるんですけど、このネギを3本使います。なぜ3本かと言いますと、サンフレッチェの由来としては3本の矢なんです。3本のネギです。いや、なんかそれなんか強いな、それ。はい、いや、これを3本ネギ刺します。完成です。はい、だいぶ高いっしょ。はい、名付けて、サンフレッチェ尾道ラーメンです。よっしゃ。なるほど。どうですか。尾道っぽいっちゃ尾道っぽいかな。ラーメンを作れるんで楽しかったですね。あと自分の故郷をちょっとイメージしたラーメンを作ることなかったんで、はい、楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ行きます。カニカマを崩して食べてほしいです。うん、崩して、そうすると何？カニの風味がちょっとこんな感じで。そうそうそう、はい。ああ、そうそうそう、完璧な感じで。確かにね。はい、なるほど。うまいね。うまいっすよね。僕が作ったんすよ。ありがとうございます。得点出ました。よいしょ。ドルです。結構みんなシンプルめのラーメンが多いんですよ。僕はみんなギャフンと言わせるようなラーメンを作れるように心がけていきたいと思います。まずね、麺をほぐしながら入れやす。さらにトッピング選んでいきます。はい、皆さん見てください。とてもいっぱいな食事会がありますね。パフォーマンス入ってるのかな。まあ、おのおのね、やっぱな、個々の能力高いんで、まあ、そこをうまいこと掛け合わせないと、やっぱいいチーム作れないから。でも監督ってやるの難しいから、まあ、そこ慎重にやっていきたいと思います。っていう間にね、できたんです。ありがとうございます。入れていきたいと思います。じゃあ、うまいよ。あ、すごい。よいしょ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 。じゃあ、豪快に過ぎた結果。まあ
まず最初にピラをね。あれ、あれですね。なるほど、はいはいはい、そういうところからね。4本の前ですから。はい、で、こっからですよ。いいのあったな。ちょっとただ乗せちゃうんだ。沈んでた。ママいかん。気にするな。こちらね。こちら。なるほどね。来た。アジアンテイストが出てるね。で、漢字です。できました。世界一周。こうやって自分のオリジナル作ることがないんで、まあ、美味しいことを期待します。いただきます。食感の楽しみもあると思います。いや、これはうまい。酸味とこのスパイシーな感じでちょっとアジアンテイストに。やってやったぜ。はい、ありがとうございます。機会があれば湯切りちょっと一回やってみたいっていう感じですね。僕もともとラーメン屋でバイトしてたんで。あれ、実は今ラーメンはやっぱり、ラーメンはね、本当に面白いですね。僕も好きなんで楽しかったです。自信ありますか？いや、もう全力ジャパンで。しっかりと勝ち取りますよ。ここはもう来週から働くんで。よろしくします。あ、ないです。来週から働けるように準備しておきます。お願いします。森田県採用試験採用者1名発表したいと思います。おいしょ。採点、ビタミン不足のあなたへ、あえて肉は使わず彩り、あと味も素晴らしかったです。ありがとうございます。はい、総合得点が35点。よいしょ。めっちゃ高い。それはすごい。よっしゃ、暫定1位です。ありがとうございます。とりあえずね、湯切りのところで麺が残ってたザルに、あれやっちゃうと次の使った時に伸びた麺がそのまま入ってたとしたら、自分が客として入ってきたらちょっとなんだこの麺って思うでしょ。そうですね、うん、だもし入ってたとしてもそれを取るとこまでのケアができてたら、そこもまた良かったかもしれない。いやー、名前も入っちゃってるよ。サンフレッチョの道ラーメン。名前改名していいですか？何？三本のネギラーメン。三本のネギラーメン。次の得点34点。うわー、1点差か。減点対象あったんすか？減点対象は湯切りは良かった。湯切りグー。盛り付けのところで中川がちょっと寂しかった部分。ちょっとあれっすね、あのやっぱ361システム採用しすぎたみたいな。豊島のシステム出ちゃった。味に関して言えば特段こうなんかこう特徴がなかったかな。あー、なるほど。店主の色がちょっと薄かった。はい、3人目、世界一周ラーメン得点37点。うおおすごい。高い。湯切りも最高のあれだよね。なんかこうここら辺ブルブルっとこう筋肉とかがあれパフォーマンスとしてはみんなこう釘付けになると思う、多分。ここはもうちょっと満点つけさせてもらいました。盛り付けのところうまくいかなかった部分はあるけど、でもそうやってなんかイメージを考えるところはこう素晴らしいな。味に関してはスパイシー的なものを入れたりアジアンテイストな感じになったんで、それもまた面白いかなっていうのがあって、はい、合計37点となりました。森田県採用試験の採用者は、同時大臣のお世話になります。お願いします。採用されたドルジ君はこう、はい、のお店の森田県のボードをプレゼントして、似合うな。似合うな。すげえ。週8でいけます。週9ぐらいで。てな感じで、本当にね、でもね、うちね、あのバイト募集してまして、はい、なので概要欄で、はい、ぜひこの採用試験はこんなあの面接でこんなことはしません。しません。普通にあの普通の面接でだと思うんで、今度みんな皆さんのね YouTube チャンネルもね、いただければと思います。今日は本当採用試験ありがとうございました。ありがとうございました。